の居酒屋まあちゃんの近くですね。これどういうことなんですかね。なんかから、あ、西側橋公園。西側橋公園。セキュリティが話した。さっきこれ十何人だった。そうだよ。はい、というわけで、表町のね、千日前商店街に来てんですけども、まあもうこれね、開発されて商店街じゃない、まあ、そんな感じの雰囲気になっておりますけど、まあこれ千日前というね、まあコーポ千日前ということで、これまあ もともと劇場があったんですけど、今日はちょっとね、この辺を、歩いて、行こうかなと思います。表町3丁目です、こちら。で、昨日のね夜、この時間帯ね、表町2丁目にで火事があったんですよね。だからこの先に、火事があったということで、で今日はちょっとね、あの状態が知りたいというか、いう方もおられたりするのと、まあ、この年末、これから年末にかけて、まあ、火の取り扱いね、注意していただきたいということで、この動画を上げさせていただこうかなと思います。はい、じゃあちょっとね、この3丁目をずっと過ぎていきます。ご自由にお入りください。ウェルカムフリースペースみたいな感じでしょうか。どんどんこの表町の、3丁目千日前変わってきています。で、この先を越えると、心斎大寺商店街に入ります。これも表町商店街の一部ということで、千日センター街、ここはもう飲み屋さんとか飲食店さんが、立ち並ぶエリアでございます。あ、でもこういうね、ちょっと狭いねエリアがあったりするんですよね。ちょっと火事とかあったら入りに、なんか消火しにくいようなエリアが、この辺はねたくさん立ち並びます。かなり建物と建物がね、隣接しているので、ね、でもこの上でね火事とか起こったら、もうなかなかその消防車もね入れないですよね。まあなんかそういうね立ち位置にある、この表町の商店街で、この目の前が、オランダ通りになります。もう表町ね商店街からすぐの通りの、場所にあります。で、僕もねこれ結構ねちょいちょいもうブラブラしたりするんですけども、夜はね落ち着いた、エリアになります。あ、ここですね。おそらくねこの辺からちょうどこの居酒屋まあちゃんの近くですね。なんか奥に消火してる感じのは見えるんですけど、表からはちょっと難しいかも。駐車場から出たらしいですよ。駐車場、うん、あ、工事現場とかってことですか。あ、お店とかじゃなくて。そうそうそう。あ、そうなんですね。でも結構燃えてるんですよ、まだ。うん、かなり燃えてます。なんか映ってる感じですか、火が。横とかにも。今は規制線も解除されて、中に入れるような状態になっております。はい、でちょっとねこの先に行ってみましょう。ちょっと人がね多いので、十分気をつけながら、行っていこうかなと思います。はい、今も
ちょっとね、焦げ臭い、匂いがします。でちょっとねまだ、規制線もね張られてます。でこの建物、ね、今張られてるところがおそらく、火事の、現場になったのかなと。あ、結構匂いがねしますね。結構匂いがします。まだ21時ぐらいにね消火できたんですけど、ちょっとまだね匂いが残ってます。おそらくこの、ね、ずっと続けて火事になったと。あ、ご苦労様です。ここもまだ残ってますね。ちょっとこれはひどいですね。匂いがまだ居酒屋さんとか、この建物一帯が、火事になって横しに、広がっていたというような状態でございます。ちょっとまだ匂いが残ってます。もうこの一帯なんですね、はい、でも水がまだ物語ってますね。もうね、発生からね1時間あ1日経ってるんですけど、まだこうやってね人が、様子を見に来たりとか、いう状態でございますね。まあ、この辺本当に居酒屋さんが多くあったり、する場所で、まあ、いつもはねすごい閑静な、エリアなんですけども、まあ、この火事が起きてだいぶその街の様子も少し変わったかなと思うのと、ちょっとねやはりまだ、焦げた匂いが残っております。まだここはね規制線が、張られてます。この先にはちょっとね、行けない感じになってます。まあ、先ほどの、ね、通りから一つ離れたところは、まあ、普通の、ね、大きな主要な道になってます。まあ、この先に行けばねシンフォニーホールあったり岡山城に、行ける道だったりする中でのこの現場なんですけども、本当に飲み屋街とか飲み屋さんが、ね、多い場所なんですけども、ね、これから、ね、年末にかけて、火の元には注意したいなと思うんですけども、まあ、この事故が起き、あ、この火事が起きた、ね、現場なんですけども、なんか最初に、ね、なんか爆発音がしたと。工事現場かちょっと工場かわからないですけど爆発音がしたということで、そこからまあ火が、立ち始めて、で、まあ、こういう場所なのでなかなか消防もね入りにくいエリアで、その消火活動にかなり、手こずったと、聞いてます。あの上まで焼けてますね。工場、あ、ビルのね一番上の方、羽根付き堂城下に災害や時刻を知らせるため、寛文6年坂間市に、羽根付き堂が建てられていたということですね。まあ、この災害が起きた時、火災が起きた時とか、まあ、そういう時に鐘を鳴らしてという、まあ、そんな場所にで起きたこの火事でございます。でもまあ本当にこれからのねシーズン賑やかになっていくこのオランダ通りの街かなと思うんですけど、まあ、こういう形でね人がちょっと集まってるというのもいやびっくりしたんですけども、まあ、本当に、ね、これからのシーズンかけて、ね、気の緩みが出てくる、年末かなと思います。で結構火の元をね注意していただきたいなと思います。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。
今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。